一般社団法人日本ハトレース協会主催のハトレース2024年度伊賀国際委託厩舎シリーズ国際親善ハトレース大会500キロが4月2日火曜日に開催されました。この動画では伊賀シリーズの春の4戦目である同レースのハイライトシーンをお届けします。レーサーたちは3月11日に行われた国際ダービー400キロの後、22日間のインターバルでこのレースに挑みます。なお今レースは三重連盟濃尾連盟との合同補給となっており、走破数は1300羽程度。伊賀厩舎の参加はそのうち51羽です。それでは伊賀国際親善ハトレース大会500キロレースのハイライト動画をご覧ください。同レースの補給地は新潟県村上市、実距離は 476.736、 補給時間は午前6時40分。参加は51羽となっています。持ち寄りは3月31日に行われ、4月1日に補給現地へ到着。こちらは給餌の写真となります。ちなみに給餌とは餌やりのことです。続きまして補給のシーン、場所は村上市の岩船漁港になります。放たれたレーサーたちは伊賀の地を目指し飛び立ちました。トップレーサーが伊賀の地にたどり着いたのは補給から約9時間後のこと。現地伊賀厩舎の状況は当協会 YouTube チャンネルのライブ配信からどうぞ。さあね、これで、まあ、今日のレースどうなるかということ、あ、ね、今コメントいただいておりますね。今ね、情報ですが、三重連盟さんの方はかなりね、期間がもう情報が入っているということですので、こうそろそろね、こう伊賀の方も帰ってくれればと思うんですが、これね、今ちょっとざっと計算しましたら、3時30分ここまでに入れば、合同補給の連盟からは帰還の情報が入るも、伊賀にレーサーの姿は見えず。で、今、出ましたね。ちょっとこれアップにしてしていきたいと思います。これで見えますでしょうか皆さん。こちらですね。今ね、1話入ったという厳しい展開の中、トップレーサーが入社したのは午後3時33分。優勝は福岡翼連合会が委託した 23YT00521。 分速は 894.187m でした。8秒88、こちらでね、入社して優勝決まりました。おめでとうございます。今こう右下に出ていますのがテキスト実況で、出ている、順位でございます。で、伊賀ね、国際親善ハトレース大会500キロ、現在のところ1羽のみ帰還されております。優勝が福岡翼連合会の委託馬と 23YT。 優勝馬との記録を読み上げている最中に2羽目の帰還が、
第2位で帰還したのは、長岡中央連合会が委託した 23FB05570。分速は 858.751m でした。2羽目、第2位ですね。さて、当日帰還はこの2羽のみ。翌日までの記録馬とは8羽。後日帰りを含め、トータル期間が13羽という厳しい結果となりました。ということです。第2位でございます。おめでとうございます。それでは、国際親善ハトレース大会500キロのベスト3馬頭を見ていきましょう。さて、次回からは長距離レースとなるオリエンタルカップ700キロ。果たしてどのような結果となるのでしょうか。